前屈で腰がどうしても丸まってしまって、特に座った前屈が、前に行けない人に対しての練習方法を説明したいと思います。こういう動きをした時にみんな頑張って足を伸ばそうとしてしまうんですけど、どちらかといえば腰を緩めることを考えてください。腰を緩めるために、順番があって、最初は、ワニのポーズでリラックスした感じを作ることを考えます。仰向けの状態から膝を曲げてちょっとお尻をずらします。横に倒して手は重し、腕はもし余裕があれば下に落とそうとして、もし腕が辛くて背中の感覚がつかめないのであれば下ろしておいて大丈夫です。それをしながらひねりを深めるのではなくて、呼吸によって背骨、背中を緩めることを考えながら取り組みましょう。息を吸った時に体全体を膨らます、背中を、腰を膨らませるように意識して、吐いた時にゆったりと沈んでいきます。これを繰り返していきましょう。吐きながらどんどん背中が沈むようなイメージです。ゆっくりと5呼吸、時間にすると1分ぐらいできてくると、伸ばした方、緩めた方の背中が落ちるような感覚になります。これを左右ですね、しっかりとやってみます。余裕があれば手はこういう感じにして肩甲骨がより落ちるように意識してください。顔は、反対を向ければいいですけど、辛いようであれば上や向き切らなくても構いません。腰を緩めてマットに向かって落とすような、そんなイメージで取り組みます。これをやはり、左右同じように5呼吸1分ほどやっていくと、腰が緩む感覚、背中が緩む感じが得られます。ここから前屈の準備に入るんですけど、片方は置きます。片方はかかとを持って上げます。この状態からかかと、足は前に置きながら背中は腰を膨らますようなイメージです。息を吸って膨らまして、吐いてゆったりと重みを感じます。吸って膨らまして、吐いて落とします。この時、背中は膨らましやすいんですけど、やっぱりここは意識が行きづらいので、しっかりと遠くにしながら膨らまして緩めるということを繰り返します。これも同じ5呼吸1本ほどやるといいです。それもやはり左右やってみましょう。吸った時に押して広げて、吐いた時に沈むイメージ。吸って吐いてをやっぱり繰り返していくと、腰が緩む感覚になってきます。この後前屈の時につま先を上げてしまうと、ふくらはぎの引っかかりも強くなってしまうので、わざと硬い場合はつま先は落としてふくらはぎは緩めます。この状態で少しずつ持った状態で息を吸って腰を膨らまして、吐いて楽にします。吸って膨らまして、吐いて、徐々に伸ばしていきます。で、余裕があれば掴んで回してみるといいです。吐いて、こうやってくると足と関係なく腰が緩むことで下に沈みやすくなってくるので、まずこの畳むっていうイメージが難しい人は腰を緩んで前屈の練習をするようにしてみてください。以上です。